つむつむ、セブンサニバーサリー、一日限定プレイし放題提供です。やっていきましょう。ということで、ガジェット、もういよいよわからないキャラが出てきましたね。もう、リスなのかどうかもわからない、角生えてるじゃん。これ角じゃないんだな、多分な。なんで、カチューシャだと思うんですけどね。チップとデール大作戦って、そういうなんか、短編アニメ映画みたいなのがあるんですかね。まあ、それがあるということなので、まあ、それを、ツムを紹介していきながら、いつものごとくプレイをしていきたいと思います。さっきね、ちょっとね、自分が今どのくらいのツムを、ツムじゃねえや、動画撮ったら、おうおう。すげえ、え？今のすごかったっすね。スーって飛んでったよね。しかも24個ってまあまあ消してくれますね。シュン23。おー、いいね。いいじゃん、ガジェちゃん。ただね、20個超えると、全部スターボムいるから、スターボム出してくれないんですよね。くっそー、またスターボムミッションが遠のいていく。よりもポイントとお金稼いでね、たくさんのねプレミアムツムがね手に入ってね、今日稼いだ分はねまたねプレミアムツムにね全部分化していこうと思いますんで、それでまたね新しいツムが出てきたら、それはちょっと今日取るっていう予定はないんですけど、またね追加で紹介動画を撮っていきたいと思います。すげえな。ただやっぱレベルが低いからそんなにポイントたまらないですね。これがポイント溜まってって24個こんだけ9個全部持ってたら、まあそれはすごいポイントになってきそうですけども、シュン。でもコインはやっぱ1000コインいきますね。ガジェットちゃんちょっと舐めてましたね。ノーマーク、ダークホースとはこのことだみたいな感じですね。シュン、ほい。ゼロがなかなかね、個人ツムもね、ポイント高かったりしますよね。まあ、スターボムは出てこなかったんでね、引き続き次回の動画でも同じミッションでですね、やっていきたいと思います。はーい。じゃあ、ガゼットさん、なかなかのツムで稼がせていただきました。ありがとうございました。ということで、次回お会いしましょう。